やべえこれはほんとやばい。ういーす、どうもハルでーすはい、というわけで今回またもマイクラッシュに来ております。で、今回何をするかというと、まあ今回もまあね、モッドを使ってよからぬことをしようかなと思います。で、今回使うモッドはピクジラモッドという、まあまあざっくり言うとめっちゃでっかい豚を出すモッドあれ得なんだよって話だよ。まあ俺得だわよし、やっていこう。まずまあ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 、まあこのコンパクトラウポークチョップっていうのが、まあこのモッドで追加されるブロックで、まあこれはサバイバルだと生の豚肉9つで、まあ作れますと。はい。で、まあそのでかい豚の召喚方法なんですけれども、まずこれを置いてですね、ちょっと待って、クリエイティブにしようか。で、ネザースターを右クリックすると、まあでっかい豚が召喚されるんですけど、今回はその豚を使ってこのマイクラッシュをぶっ壊してもらおうとうん、まあそんな感じです。はい、じゃあ行きましょう。召喚デイ、入れよ豚。さあ来るか。おおお、なんだなんだ、おっとブロックが飛び散っている。おっと、これはこれはなんだ。おっと、でっかいなんかピンク色のキューブが落ちてきましたね。さあ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 、これがどうなっていくのか。おおお、なんかうごめいてるなんかうごめいてる。うわーでかいうわーでかいはい、というわけでこちらが巨大な豚さん登場でけえでけえ。じゃあこれにどん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 壊してもらいましょう。この辺をモードゼロ。うわうわ、これ行って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 、うわその日人類は思い出した、奴らに支配されていた恐怖を。ダメだこれ、に逃げ場がない、飛び降りるしかない、いけー、うわドクシあ、いたいた、目立つな目立つなこいつ。フェンスとか全部吹っ飛んでるし、ビルがやばい。こいつ殴れたりしないかな。あ、そう、こいつなんかね乗れるらしいんですよね、何も持たずに右クリかなんかしてると乗れるらしいんだけど、ちょ、せっかくだからもっと出そうぜもっと出そうぜ。ちょっと一匹だと分かりにくいからもっと出そう。いきます。どん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 。さあこれでどうなるのか。うおやべえやべえ、世界の終わりだ。ちょ、あ、重いのほか重い。あ、やばい。いや、今のギャグじゃないから、思いのほか重いってギャグじゃねえから、やべえこれはほんとやばい。うわ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 、ごめん、ちょっと調子乗りすぎた、すいません、ほんとすいません、ちょっと調子乗りすぎる。うわ